特別回トメイスペシャル全43枚プラスアルファドラマ凝縮トメイの世界。本日はトメイスペシャル。ファーストガンダムって演出上スローモーションやストップモーションが印象的に使われてるじゃない。うん、ゼータ以降は減ったよね。かっこいい絵が多いから並べてみたら絶対面白いと思って集めてみたんだけど、これがさ、うん、なかなか地獄の編集だったぜ。全43話を一つずつチェックしていくんだから大変に決まってるのだ。私そういうのいつも見積もりが甘いのよね。一生苦労するのだ。トメイが使われてない回があったり、中途半端なトメイで判断に迷ったりして選ぶのに時間がかかったわ。43回分かなりの量があるのでどんどん紹介していくわ。とその前にポイント1、富野義行曰くトメイの奥義は2コマ早いポーズ。富野監督が書かれた映像演出の教科書映像の原則に、トメイに関する記述があったのよ。これがめっちゃ面白くてさ、要約しつつ引用するわ。原文は書籍の187ページから。格好の良い決めポーズ、でもそれは静止しきった状態ではなく決めポーズになる一瞬前のポーズが本当の格好良さをにじみ出させているのかもしれないのです。一瞬前のポーズ。その実例としてこんなエピソードを紹介されてるわ。タミヤでフィギュアの試作品ができた時、監修の大塚氏が2コマ遅いと指摘されたそうです。収まりすぎるポーズであったために硬直して雰囲気がない、逆に言えば2コマ早いポーズで止めればいいのです。アニメで言えば12分の1秒前のポーズでフィックスすれば動きが想像できる、予感できる、イコール見る者の想像を喚起するポーズになる、生き生きと見える。2コマ遅い、なんかの達人同士の会話のようだ。要は決めポーズだからってピタッと止まりきってるとつまんない。止まりきるちょい前、つまり2コマ前を描いてやると見てる人が動きの続きとか余韻を想像するから躍動感が出る。ふむ、このフィギュア画像も止まってはいるけど次の動きが想像できるから動いてるみたいに見えるね。私これなんとなくわかるのよ。例えばこれ第1話のトメイだけど、ビームサーベルがよく見ると一番奥まで押し込まれてない。ほんとだ、この後ザクにもうちょっと深く刺さってそれで爆発しそうだね。なんかこういうの見たことあるぞと思って思い出したのがこれとこれ。ドラゴンボールと浮世絵、左のは悟空マジニア戦腹パンバドンと深く刺さってるけど、この後で頭や手足がグラッとなったり、あるいは上空に吹っ飛んでったり、動きや余韻が想像できるわ。2コマ目で頭グラッてなってるけどそれのことだよね。続きの動きがまだある、そこで切り取って一番の決めにしてるのだ。右の歌舞伎の絵は鳥居清信って人が描いた大昔の團十郎花道をだんだんだんと駆け込んできてビシッと大見得を切る、続きの動きが想像できるわ。日本人は昔から二次元描かせるとうまかったのだ。2コマ早いポーズだと動きが予感できて生き生きする、面白かったからご紹介したわ。それじゃ第1話からどんどん行くよ。第1話ガンダム第一に立つ。デニムのザクのコクピットをビームサーベルでぐさり、ザクの左手がワシャワシャってなってて苦しそうなのだ。人間みたいだね。これぞ安彦義和の描いたガンダムって感じよね。ガンプラ作ったことある人ならわかるけど、こんなポーズ実はロボットには絶対取れねえのよ。手足と関節が全部ゴムででもない限りこんな稼働は無理なのだ。この関節の柔らかさをアニメの嘘と捉えずに本気で解釈した場合、これこそ RX78 ガンダム最大の強みなのかもしれないわ。どういうこと？関節が柔らかいおかげで重心を下げたり踏ん張ったり踏み込んだりできる、柔軟に動けて白兵戦でめっちゃ有利になってんのよね。ラルグフとの戦いなんかではっきりわかるよね。あとは構図も見事、下手という弱い位置でピンチに追い込まれてたガンダムが上手という強い位置から迫るザクを倒す逆転劇にもなってる。上手下手の詳しい解説はまたいずれやる予定なので詳しくはそこで。はい、次第2話ガンダム破壊命令。第2話にはこれっていうと命がなかったから突進するシャアザクを置いときます。第2話でいきなりなかったから比較の続行が危ぶまれたのだ。第3話敵の補給艦を叩け、ガデムの急ザクによるショルダータックル、ここをトメイに持ってくるとは制作陣もわかってるな。この通り、トメイってガンダムの強さを見せるだけじゃないのよ。味方のピンチやキャラの心情、話のテーマ、さまざまなものを表現してる。最初にガンダムのピンチを描いたトメイが旧作だったのには驚いたわ。第4話ルナ2脱出作戦。第4話はこれかな、描き込みとかは通常作画と変わらないけどストップモーションされてる。アムロは第4話でも二刀流やってたのか、右手のサーベルでシャアとつばぜり合いしつつ左手で真後ろにいるザクのコクピットを貫いてる、もう悪魔じゃん。これまでガンダムイコールパワーがすごいって描写が多かったけど、ここではテクニックで相手をさばいてんのがかっこいいわね。第5話大気圏突入。今回もトメイがなくてマジで企画終了の危機なんだけど、とりあえず大気圏突入するガンダムを置いときます。耐熱フィルムのガンダムなのだ、ある意味レア内だから。でも次から盛り上がっていくから次行こう。第6話ガルマ出撃す。今回のトメイ凄まじいわ。戦場のストレスで追い詰められたアムロがプッツンして敵のマゼラアタックをボコボコにしてくシーンだけど、ガンダムの顔真っ黒じゃん、
敵キャラみたいなのだ。そうなのよ、敵の倒し方もいかにも無慈悲って感じ。これガンダムの強さじゃなくてアムロの心理描写なの。つまりメカエデパイロットの気持ちを表してる。すごいのだ、戦場で追い詰められたアムロの気持ちがガンダムで表現されてるのだ。絵ってこういうこともできるんだね。第7話コアファイター脱出せよ。シャアがフリーズしとる。これまでも散々ガンダムに苦戦してきたのに、ガルマから敵を分析してみたが今まで見てきた性能はほんの一部分と聞かされてショックのあまりフリーズしております。やっぱ前半はガンダムの性能の凄さがフィーチャーされがちなのだ。第8話戦場は荒野。必死に逃げるザクと追いついて一刀両断するガンダム。ガンダムのこのステップなんか腹が立つな。躍動感は感じるけれども阿波踊りみたい。冒頭で紹介したドラゴンボールの絵もそうだったけど、猛スピードで強烈な一撃を相手に浴びせるって時は必ず上手から下手、右から左への移動の絵になるのよね。これもそうでしょ。そうだね、ザクの手足がまた表情豊かだな。時代劇で逃げようとした悪大感は後ろから切り倒されてるようなのだ。モビルスーツの手足にしっかり芝居させてる。いい例ね。第9話飛べガンダム。ガルマ様専用ドップとすれ違い様右主翼を切り落としたガンダム。これも空中戦で超スピードの戦闘なのだ。だからこれも上手から下手、右から左の動きの絵になってるのだ。そうね、だからこのコマだけ見るとはっきりとガンダム優勢に見える。でも実はそれはガルマ様の罠でガンダムをおびき寄せようとしていたというドラマ的な展開がある。この回空中戦闘が多いのにファーストはちゃんと止めやスローモーションで状況を説明してくれるからすごい見やすいんだよね。映画閃光のハサウェイの空中戦闘シーンとかすごいクオリティで何度も見返したくなるけど、初見だと何が起きてるのか全然わかんなかったのだ。ファーストは子供でもわかるように工夫されてるから僕にも安心なのだ。第10話ガルマ散る。今回の止めはもちろんここ背後から不意打ちされるガート6体。壮絶な状況だってことが一目でわかるのだ。それまでどんどん戦況が動いて画面もバンバン変わってたのに、ホワイトベースが一斉射撃した瞬間急に止めの連続になるのよね。あまりの事態に息が止まるほどびっくりしてるジオン兵たちの空気感がこの止めの演出ですごくよく表現されてるのだ。そうなのよね、止めって強力な表現手法だからね。ドラマ全体でどこが大事か、どこを強調すべきかしっかり考えて使われてる気がするわ。そういう意味では次の止めもすごいわよ。第11話イセリナ恋の後。これはラストでイセリナさんを埋めるために穴を掘るシーンなのだ。今回の止めここなんだ。そうなのよ、私も調べてみてびっくりしちゃった。てっきりガウ撃墜とかイセリナが地面に落ちるとこで使われてると思ってたの。ところがこのイセリナ埋葬の場面が今回の止め。でも確かにアムロたちにとって今回一番印象に残ったのは戦闘とかよりここの埋葬だったかもしんないね。若い女の人を穴掘って埋めるすごい体験なのだ。モビルスーツのかっこよさをアピールすればおもちゃは売れるだろうに、そうはせず一番見せたい人間ドラマの部分に使うっていうのはかっこいい演出だと思うわ。ただしスポンサーは陰でブチギレてると思うのだ。第12話ジオンの脅威。今回の止めは王道中の王道、モビルスーツ同士のバトルシーン、新登場のグフの強さを鮮やかに描いてる。1枚目はグフのヒートロッドがガンダムを捉えるシーン。これすごいね、3画面分以上あるんだ。ザクとは違うのだよという攻撃方法をめっちゃかっこよく描いてるね。2枚目のビームサーベルをかわすグフの絵もお見事。まずガンダムが切りかかる位置は強くて速い神手ポジション、それを弱い位置ピンチの位置のはずの下手からグフが見事に切り返す。あえて神手という強い位置にガンダムを置くことでグフの逆転力が入るように演出してるのだ。かっこいい。第13話再会母よ。今回の止めはこちらアムロとカマリアの人生を分かつことになったジオン兵への発砲シーン。しかも何枚も使われてるのだ。本当にストップモーションというか時間が止まったような演出だね。突然の銃撃、全員息を呑む、表情が違うからそれぞれの感情が読み取れるわね。そんでこれが解説動画でも喋ったカマリアの回想の中での射撃シーン。実際の射撃から10分も経ってないのにすでにカマリアの中でアムロは仕方なく撃ったじゃなく人殺しとして記憶が塗り替えられてる。恐ろしい。テムレイスペシャルでめっちゃ父親のことは語ったけどカマリアもまだまだ深掘りできるキャラなのよね。この人の中に富野監督の憲法9条論が詰まってると言えるんだけど、カマリアスペシャルをやるにはまだ私も修行不足なので今日はとりあえず次行きます。第14話時間よ止まれ。今回爆弾処理のエピソードでモビルスーツ戦がないもんだからあれ止めはなんだっけなって思ってたけどまさかの町浦さんでした。ここから24話で亡くなるまで常に最重要人物だからある意味納得なのだ。本当に作画がいい、このままポスターにできるクオリティね。僕おでん食べたい。第10話ククルスドアンの島。ドアンの悪夢これは納得。安彦先生が全く噛んでない回だから絵の出来はいいとは言えないけどでも戦場のグロテスクさ無情さをよく表してる。
いいカットね。本当に夢に出てきそうな妙に不気味な色合いなのだ。そしてラストでドアンが披露するモビルスーツ格闘術こと、ドアン神拳もう一枚。これはなくてもよかったんじゃ。第16話セーラ出撃。セーラさんがガンダムで出て、アムロがキャノンで助けに入る。異色の回止めなんだっけと思ったら、まさかのボコられるセーラさんだったわ。ガンダムのポーズが妙に女の人っぽいのだ。そうなのよ。よく見るとちょっとこのガンダムセクシーよね。富野監督は SM を好きらしいから、きっと細かくリテイクされたに違いないわ。僕おでん食べたい。第17話アムロ脱走。アムロがガンタンクで勝手に出撃。ブライトさんにめっちゃ怒られ脱走するかいね。トメイはまさかのガンキャノン。ムチでビリビリでした。これもムチなんか使ってるのに全然エッチな感じがしないのだ。むしろ緊迫感のあるかっこいい絵だね。これはさ、このガンキャノン乗ってるのはカイだから。はっ、でもセーラさんよりカイをいじめる方がよりマニアックで良い SM ができる可能性も。次行こう。第18話灼熱のアッサムリーダー。この回もあんまそれらしいトメイはないんだけど、あえて言えばこれかな。アッサム中にはマクベとキシリアタンが乗ってて、まだ味方もいるのに基地ごと爆破しちゃうシーンなのだ。ジオンの無情さ、非道さを表すシーンね。ただまあそんなに面白い絵でもない。しかし次はすごいわ。第19話ランバラル特攻。アムロ VS ランバラル、いよいよ決戦。まずはこのグフの横なり、盾を切ったと思ったらガンダムの姿がない。この後上空から降ってくるんだよね。この白みがかった色使いが見事よね。どこだ、どこへ消えた。で、ラルの中で一瞬時間が止まった感じがよく出てるわ。そしてトメイはもう一つ二度目の横投げを見切ってかわし、懐に潜り込んでグフの腕を切り落とすガンダム。さっきのはラル視点で敵が消えた驚き、害にされていた。今回は客観視点でガンダムの活躍強さがストレートに絵にされてる。ヒロイックでインパクトのある王道的なチャンバラトメイだわ。これもめちゃくちゃかっこいいけど、プラモで作ろうとすると関節全部溶かしたくなるポーズしてるのだ。さらに今回はもう一枚アムロとラルがコクピットでお互いを認識する場面。画面全体が青ざめてフリーズしてて、二人の衝撃がすごく生々しいね。劇的な瞬間が実に多い回だったのだ。第20話死闘ホワイトベース。今回1枚目はこれ、若い頃のランバラルがアルテイシアお嬢様と遊ぶシーン。劇的だからというよりは回想シーンだからトメイにしたって感じだね。でもほっこりしていい絵なのだ。ランバラルにもこんな時代があったんだな。もう一つはランバラルの自決直後、本編動画で泣いてるような時計用したガンダムの横顔。ラルが自爆してその光でみんな脚光で照らされてるのだ。ここであえてセーラやブライトの表情を見捨てないのが渋いわよね。第21話激闘は憎しみ深く。今回のトメイは当然竜の特攻かと思いきや、ほんの一瞬だけとなると実はこちらが本命なのかなと思うのが、物語ラスト夕焼けの中ホワイトベースとその目の前で燃える2つの炎。クレーターみたいになってて、その中から2つの炎が燃え上がってる。ハモンさんのカーゴと竜のコアファイターの残骸が燃えてるんだよね。その手前にいる黒い影はブライトたちホワイトベースのクルーたちなのだ。この回は実は朝焼けのシーンから始まってこの夕焼けで終わってる。命という炎が生まれて消えていく、その様を表してるようね。わびしく痛ましくでも美しい、印象に残るラストだわ。第22話マクベ包囲網を破れ。今回は変則的な回で応答でグフをやっつけてるけど、あとはずっと苦戦。ブライトが病気で倒れて、ダイラの見合いもどんどん追い詰められていく。トメイらしいトメイもなく、ラストで負傷したホワイトベースが映されて終わり。すっごい不安な絵だよね。ほとんど負けイベントみたいな、その空気をうまく次回へつなげているのだ。第23話マチベダ救出作戦。前回の鬱憤を晴らすかのようにトメイのアクションシーンが豊富。まずガンダムに干渉する隙を突き襲いかかってきた巨大 YS のグフをカイのガンキャノンが撃破したシーン。まさに間一髪って状況外になってるね。そしてガンダムに干渉したアムロはヒートロッドで迫るグフの足を切り払って撃破。これもピンチの後でカタルシスのある絵面なのだ。そして到着した G メカの背に飛び乗り空中戦を制した後、グフの腹に深々とビームサーベルを突き刺してとどめ。このアクションもかっこいい。G メカデビューの回だからバトル部分が盛り上がるようにすっごい工夫してる気配が伝わってくるのだ。第24話白撃トリプルドム。黒い3年生登場の回ね。ジェットストリームアタックをかわしてマッシュのドムを一刀両断。文句なしにかっこいいのだ。謎なのはこのガンダムの右手マニピュレーター部分だけごっそり消えてる。ポリゴンのレンダリングミスじゃあるまいし、なぜこうなった。詳しい人いたら教えてほしいのだ。第25話オデッサの激戦。皆さんお待ちかね、今回のトメイはガンダム決死の水爆斬り。大上段からまっすぐ切り下ろしてる。剣の達人が精神統一してでっかい俵とかまるたを一刀両断してるみたいなのだ。富野監督は黒澤明の映画や時代劇にすごく影響されてるからそうだったのかもしれないわね。第26話復活の者。今回はゴップのトメイが3枚も。まずハイパーハンマーを受け止めてゴップのパワーを見せつけるトメイが一つ。何気にグフ
トムに続く新モビルスーツだからね。しっかり活躍を印象付けてるのだ。しかしGメカのビーム砲で貫かれ、爆死の極、これが2枚目。そしてこのやられシーンはバンクとして使い回されるのだ。最後にアムロのガンダムが水中で極を仕留める際の止め、本編解説でも言ったけれど、生物のように苦しみながら絶命する極が見物。あともう一個、困難もあるわ。ガンダムへの復讐を誓う、シャアの止め。一応タイトル、復活のシャア、だしな。第27話、女スパイ潜入。ズゴック初登場の回、だけど、そんなにはっきりした止めはないです。ラスト、ズゴック爆発の光に照らされるホワイトベース、これくらいかしら。ほむほむ。この回は回が戻ってなければ大ピンチだったからね。ホワイトベースのすぐ水際まで脅威が迫っていた、という意味で、こういう絵になったのかもね。第28話、大西洋。血に染めて。今回の止めは当然これ。安彦先生渾身の一枚、この絵だけで泣ける。戦場の詩ってかっこいいものじゃないのよね。こういう不意の詩、偶然の詩がきっと一番多いのよ。それにしても美晴っていう3話もかけて描写されたキャラの最後がこんなにもあっさり偶然にってのが泣けるのだ。本人も状況が飲み込めないまま死んじゃったんじゃないかな。そしてラストのこの絵、劇場版では削除されちゃったけど、私好きよ。美晴だけタッチが違うから本当に異世界の人、死者に見える。第29話、ジャブローニ中。今回戦闘シーンで短い止めは一応あるんだけど、絵のクオリティから考えても通常コマの延長に過ぎないと思うわ。ジムを貫くズゴックのシーンも有名だけど止めではないもんね。となると実は今回富野監督と安彦先生がこだわった止めは実はこれだったんじゃないか。マチルダさんとウッディ隊員の想像上の結婚式。これコンテ段階から竜の存在が描き込まれていたりして、たくさんの人の死を抱え込みかけてるアムロの内面を表してるという話は本編解説ではしたけれども、でもこのあまりにもハッピーな絵があるおかげでウッディ隊員の悲劇が深まる。ジャブローに散るってウッディ隊員のことだからね。たまに腹ぶち抜かれたジムがジャブローに散るだと思ってる人いるけど、皆さんウッディ隊員のこと忘れないであげてほしいのだ。第30話、小さな防衛戦。この止め、私個人的にすごい好き。逃げる赤いをガンダムが追いかけて無慈悲に頭から真っ二つにする。とてもヒーローのやる殺し方に思えない。この回さ、4機の赤いが大慌てで逃げていくんだけど、ガンダムがすごいスピードで追いかけてって無慈悲に次々ぶち殺していき、結果全滅させてしまうという恐ろしいシーンなんだよね。コース的にもこれ、ガンダムの位置に入るのは普通悪党なのよ。赤いの位置が逃げ遅れた仲間や市民、ガンダムの位置は普通、それを追いかけて無残に殺す悪党。まさに塩役魔なのだ。第31話、ザンジバル追撃。はい、ここではビブロの最後が止めですね。ビブロもかなりガンダムを追い詰めてたんだよね。アムロがもう少し気絶してれば。第32話、強行突破作戦。まずガンダムがいない。でテンパルドレン、いい顔してるな。右目と左目でこんなに大きさが違う。次にガンダム VS ドムの1コマ、いつの間にか隠し持っていたサーベルでドムの攻撃を受ける。ファーストのチャンバラは本当に工夫されてるのだ。特にシールドを本当にうまく使ってて感心するよね。第33話、コンスコン教習。12機のリックドムが3分で全滅で有名な回ですが、アムロがあまりにもサクサクとドムを落としていくせいで止めはほぼなし。ラストでこの1枚だけちょっと止め、でもちょっとよ。これサーベルが股間のあたりをちょっとかすめただけに見えるけど、実はちゃんと真っ二つにしてるんだよね。この回はアムロの殺し方博覧会だから、こんな殺し方もできますというアムロのバリエーションの一つね。恐ろしい。ちなみにこのあたりで作画監督の安彦先生が過労で倒れて先生離脱してるわ。トメイのクオリティも明らかに下がってるから比べてみると面白いわよ。第34話、宿命の出会い。今回のトメイはこのチャンネルの視聴者さんにはもうおなじみ、テムレイの哀れな未来のイメージ。図面に食い入り機械に見入られ死んでいく哀れなお父ちゃんの絵なのだ。実は後ろ姿バージョンもあります。はい、後者登場もちょっとだけ止め、アムロにとっては結構なインパクトだったでしょうしね。今までも赤いモビルスーツシャアだってやってたけど、中の人まで赤いんだってのはここで初めて知ったのだ。そういやそうね、スカエースパイロットには機体をパーソナルカラーで塗ることを許されていた。まあわかるとしても勝手に軍服を赤くするのはどうなのかしらね。第30話、ソロモン攻略戦。35話の止めはこちら、ソーラレイ照射。全体的に白飛びした絵面、圧倒的な破壊力が伝わってくるわ。ペンのタッチを生かした劇画調の輪郭線もかっこいいわね。とんでもない威力と大きさのレーザー砲なのだ。このザク文字通り跡形も残らないんだろうね。さらにもう一つ、ラストでチラッと見えるビグザムの立ち絵、巨大感と不穏さだけを印象つけて次回へ続くわ。何回色が違う。第36話、恐怖起動ビグザム。今回の止めはスレッカーさんの最後ね。なんか手が変な曲がり方をしてる、骨折してるのかな。それくらいしててもおかしくない。というかテレビコードに配慮してこういう表現にとどめただけで、実際にはミンチになったり細切れになったりしてる可能性も。やめろ。このぐしゃぐしゃになったGメカの騎士の絵が怖いわ。戦場の残酷さ、そして人の儚さが伝わってくる絵よね。第37話、テキサスの攻防。今回の止めは当然ギャンにとどめを刺すシーン。
だと思ってたんだけど、なんとこれでした。まさかのツボ。マクベの顔より、ギャンの爆発より、ツボ、狙ってやってるんならガンダムスタッフ、センス良すぎだわね。第38話、再会、シャアとセーラ。今回は病床のジオン大工、そしてシャアとセーラの幼少期が一枚絵だわ。よく見るとこのベッド、周りに人がいっぱいいるのだ。いろんな人の注目を集めた大君の最後を象徴的に描いてるのね。この時で銀は真っ赤なジャケットを着て大きな宝石のついた指輪をしてる。命短く幸薄い大君と地位を得て財を成しつつあるデギンを対比しているわ。シャアはこれ8歳か9歳くらいだよね。ニコニコしやがって。父親の死に落ち込む描写よりも妹セイラとの思い出、無邪気だった子供の頃、そういうのを表現しようとしてこういう絵柄になったんでしょう。第39話、ニュータイプシャリアブル。今回も戦闘と名がありそうでなくて、あったのはアムロの能力に打ち震えるシャリアブルの姿。作画においてもパッとしない、かわいそうな回なのだ。第40話、エルメスの名。エルメス無双の都名ではなく、マハルコロニー150万人の強制疎開の様子が都名でした。ララランド始まりそう。いや、むしろシンドラーのリスト、ユネ、別のカットでは銃を持った兵士に脅されながら宇宙船に詰め込まれるシーンあるし、この渋滞の風景、バスがやたら多くて乗用車の車種が少ないのが気になるわ。ザビケ統治の中である種の共産主義的な計画経済が敷かれていて、自家用車の所有が規制されてたり、車種が限定されてたりしたのかしらね。ジオン国民の車はジオニック車かチマット車製に限るとか限定されてたらすげえ嫌なのだ。第41話、光る宇宙。ビット描写とシュルレアリスムで力を使い果たしたのか、あんまり気合の入ったと名はないわ。タラッシャーとセーラさんの目が合うとこではきっちりとストップモーション。シャアもセーラもまさか戦場の殺し合いで再会するとは、息が止まるような瞬間なのだ。しかし作画がひどすぎる。ちなみに劇場版だとこうなります。もはや同一人物とも思えないくらい綺麗なのだ。第42話、宇宙要塞アバンアク。今回の都名は宇宙要塞アバンアクそのもの、大きな都名をパンして全体を見せるやり方が多用されてるから、ここだけ動画でお伝えするわ。配備中の戦艦やモビルスーツの姿が描写されて、バックにはギレンの演説が聞こえてくるのだ。都名をパンして敵戦力の全体像とスケール感を見せつつ、ギレンの演説を聞かせて最終決戦の空気を伝えている。めちゃくちゃかっこいい演出よね。エモートも最高なのだ。第43話、脱出。そして最終話の都名はいくつかあるんだけど、2つピックアップ。まずジオン部とガンダムの対決。ガンダムがジオン部の懐に飛び込んだところだね。こう近づけば四方からの攻撃は無理だな。シャアのシーンなのだ。ガンダムとジオン部のサイズ差もわかるわね。大きくてパワーのあるジオン部を細身で軽やかなガンダムが倒す。力自慢の弁慶を華奢な少年義経が倒す。日本伝統のヒーロー像ね。欧米だと主人公はムキムキマッチョの場合がほとんどなのだ。細身で華奢で中性的な主人公っていうのは本当に日本固有の表現なんだよね。もう一つの都名はこちらもアムロとシャアの決戦の様子。ただしこちらはモビルスーツを降り、生身の戦いの末二人が抱き合い顔を寄せ合うような構図ね。 BL なの？ニュータイプ同士の交流を描いているのよ。アムロとシャア、今は敵対しているけれど本当は同じものを持っている。もっともこの絵から対決対立の印象を受け取るか、それとも触れ合い惹かれ合うニュータイプの印象を受け取るか、それは人それぞれなんでしょうけどね。意外にもラストシューティングは都名じゃないのよ。ガンダムの最後の姿ではなく、シャアとアムロの最後の対話を都名にした。こんなところにもモビルスーツより人間ドラマを重視した富野監督のテーゼが見え隠れするようね。まとめ、皆さんはどれがお好きでしたか？いや、いい絵がたくさんあったわね。一コマ見るだけでその回の思い出がブワッと蘇ってくるのだ。私はミハルが回を見つめてるカットが好きかな。タッチも構図もちょっと不気味で、部屋に飾りたい感じではないけれど、ミハルの死という重たいテーマをよく表してると思うわ。僕はグフとガンダムの一騎打ち、まさに実力伯仲って感じで、モビルスーツ戦としても燃えるし、ラルとアムロのドラマも光っていてたまらんのだ。皆さんどの都名が好きかしら？よかったらコメント欄で教えてね。絵の独自解釈なんかもあれば聞きたいわ。あと僕らうっかり見逃してる都名もあると思うので、それも気づいたら教えてもらえると嬉しいのだ。次回はいよいよ第42話、宇宙要塞アバンアク解説。ご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップご登録などで応援してくれると嬉しいのだ。登録者数がいよいよ2000人突破、たくさんのご登録どうもありがとうございます。これからも日本一マニアックなガンダム解説チャンネルを目指して頑張ります。前回の長井少々が大変好評で、嬉しい限り、モブ解説またやって、という声が多数届いております。やり方、ちょっと考えるので、またご報告するのだ。ではまた。